上沼恵美子冠番組、もしも夫がゾンビになったら、で新たな一面が開花。日本テレビ系では2024年1月4日に上沼恵美子のもしも夫がゾンビになったら午後11時59分イコール読売テレビ制作を放送することが分かった。上沼恵美子は16歳で芸能界に入って以降、 NHK 紅白歌合戦の司会や M-1 グランプリの審査員を務めるなど、芸能界の第一線をひた走り、近年は YouTube などを通して幅広い世代から支持を集めるトークの女王として名を轟かせてきた。上沼恵美子のもしも夫がゾンビになったらは、そんな上沼の新たな一面が開花する冠番組だ。この度番組に衝撃のビジュアルが初公開。上沼は綺麗にしてくださってありがとうございます、遺影に使わせていただきますとコメント。なお12月19日から放送日の1月4日までの期間、 JR 大阪環状線大阪駅のホームにこのビジュアルの交通広告が掲出される。